ポケモンソルジャーの A0 です。切ないです。ヘルピンです。箱舟です。以前動画で大阪で行われたポケモンクイズ大会のペーパーテスト100問に挑戦しましたが、この大会はこのペーパーテストの結果から予選抜けした人たちで早押しクイズをするという形式でした。だからまあペーパーテストはほんの序の口で、本戦で使われるクイズがあったということです。ポケモンのオフでいうとこの決勝トーナメントみたいなことでしょ。で今回早押しクイズの問題を使わせていただけるということで、それに挑戦していくんですけれども、その大会では早押しクイズの問題文のどの部分で押されて正解してるかみたいなのが記録されているらしい。残ってんだそういうのが。だから世界一高い山はっていう問題文に対してどこで押されてるかみたいな。世界一高い矢で確定するみたいな。今回はその記録を使用させていただいて、ポケモンクイズ王たちと同じ押しポイントで正解ができるのか挑戦していきます。ああ、自分らが早押しクイズをするわけではなくめっちゃ途切れてるクイズが出てくる。あ、そうそう、途中で止まってるクイズが出るから、まあクイズ王が押したポイントで答えれるっていう。めっちゃ難しそう。でもみんな早押しクイズ苦手だから、その早押しポイント勝手に押してくれるんだったら平等や。確かにそう。まあ、自分が早押しやらされるんだったら萎えてたけど、すでに、うん、今回は違うんだね。もう回答してる人がすごかったらもうマジ何言ってか分からんかもしれないよ。完全に口ポカーンで終わるかもしれない。その可能性もあるわけだ。今回そのクイズの運営の方にクイズの使用許可をいただいたので、ありがたく使わせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そちらの大会で正解が出た問題文の途中までが出題されるので、それを参考に回答します。一斉回答で全10問。はい、はい、第1問。谷間の発電所に負。なるほど。そういう感じか。まあ。それを答える問題でいいのかな。知らんけど、これ以外思いつかないからこれ書くけど。これで正解してるんでしょ。間違ってるのは出ないから。引っ掛けではないんじゃないか。では全員の回答オープン。全員金曜日。谷間の発電所に不安定が出てくるのは何曜日ですか。不安定が出てくるのは金曜日ですが。ですが。ラプラス。そこからどうやって早押しでそこまで読んで正解するんだよ。正解は金曜日。いやー、はい。これはウォーミングアップ。不安定が出現するぐらいで押しそうだな。風は早いわ。風は早いね。そう、まあでも不安定まで来たらもう曜日しかないでしょって。不安定を聞かれるか曜日を聞かれるかっていう二択ってことよね、多分。そうだろうね。でもなんか谷間の発電所って時点で何が問われるかはある程度絞ってないと押せなくね。風で反応してるから。もうある程度絞ってるよね、谷間の発電所で。普通に早押しガチ勢の押すタイミングじゃない？割と。風まではわかんないから。やるな。完璧じゃないだって。では第2問。ゲッチアプリの一つコイントス。これじゃないの？やばい、全然記憶にない。ポケッチのアプリのコイントスがあったことも怪しいわ。じゃあ全員の回答オープン。お、全員コイキング。あ、危ねえ、よかった。そのコインに描かれているポケモン、うん、コイキングだった気がしたな。コイキングって表なんだっけ裏なんだっけ。表じゃないの。てかそれって決まってんのかな。でも10円玉ってさ、10って書いてんのが裏でしょ。裏はなんかポケモンボンボの柄じゃない。じゃあ表か、コイキングが。いや、これコイントスの次にあるアプリは何でしょうとかだったら、ね、いや、ブリ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 。それもちょっとあるかもしれないと思ったけど、全然覚えてない。そんな絶対それ正解してる人すごすぎるんだよ。怖いな。それ全文出ても無理だ。正解はコイキング。うん、まあまあ問題文の予想はできると。ここまでは問題文出てるようなもんやから、ほとんど。うん。では第3問。国によってはゴミ箱を調べると入手できる。ええ？まあこれかな。やばい、全然わかんない。いや、マジでわからん。終わったかもしれん、これは。言って、これで正解してるってことはそういうことなんやろうな。あくまでこれね、正解された問題だから、ね、これで間違ってった問題は、それはみんな答えられないんだから。そんな正解不可能な問題ではないからな。もう全然わかりまへんね。はい、じゃあ全員の回答オープン。おー。食べ残し、傷薬。あ、でも、いや、もう、マジでわかんないんだけど、あれかこれ。もしかして、捨てられるものじゃなくて、なんだっけ、船ね。そう、船でなんか、拾った記憶あるわ、あの、ルビサファの。食べ残しだったか。ハイドリップ号。それか。それか、うん。言われたら思い出してきた。はい、正解は。まあ、食べ残し、うん。そういや、そうだったわ。そんな気がしてきた。なんかまあ、他にも別にアイテムは入ってることあるけど、さすがに残飯でしょ、という。食べ残しかスーパーボールだったの。
そのイメージあんまないんだけど、そうだっけ。サントアンヌ号の、あの、調理室のゴミ箱に確かスーパーボール入ってるよ。いや、覚えてねえな、そうか。あとなんか部屋の鍵とかも拾ってるような気がするぞ。でもそれはやりすぎだろ。やりすぎ。正解は鍵でしたって、おもんなすぎるよ。では第4問。麻痺。やけど、氷の。え？まあ。他にあるかな。可能性はあるのかもしれない。はい、じゃあ全員の回答オープン。全員トライアタック。うん、まあ、うん、麻痺やけど氷の追加効果があるんだったらこれくらいしかないけど。正解はトライアタック。ああ、よかったよかった、うんうん、おお。頭が3つあるポケモンなどが覚える。なるほどね。ああ、そういうとこまで書いてくれるのか。ですが、毒麻痺、眠り状態の追加効果がある噂は。つまんない問題きた。麻痺、やけど、氷のって押してんのやばいよ。早いよね、これ押してんの。絶対もっと聞いちゃうけどな、我々がやったら。文字で見たらまあわかるけど。トライアタックかな？かな？って言ってるうちにどんどん進んでいってるからな。では第5問。は？今の 90% は？当たるイメージとかそういう感じ。ああ。しかもこれで正解してんの？は？は？いや、いよいよよくわかんないん。書いたよ。二択だ。ガチで二択だ。は？はい、書いたよ。え、なんでわかんの？あーっとね。あーって、はい。え？何 ?90% はってな、どういうこと？じゃあ、全員の回答オープン。7日まだ癖7日任せ、魔法を無事があるで。あー、ちょっと惜しいな、でも。ヘルフンちょっと惜しいな、この文章の続き的に。もう 90% はで終わってるけど、俺の文章。卵を産む。これなんだっけ、七釜の博士がなんか言ってる理論が。ポケモンの 90% は進化になんだっけ、関係しているみたいな。うん、うん、あ。そういうセリフがあんの。そういうのを研究してるんでしょ、この人。そう、進化の研究してるから。いや、まあ、全然知らん。正解は、はい。いや、シンプル知らんかった。細かいな。いや、これ、ポケモンの 90% はなんちゃらかんちゃらですが、10% のポケモンといえば、みたいな。ああ、なるほどね。引っ掛ける方向としてちょっとおもろいけど。進化っていうワードも頭の中にあったから、七かまど博士は絶対に出ないけど、俺が七かまど博士と同じ理論にたどり着きそうになった。では第6問。技の対象が悪タイプのポケモンで。え？技の対象が悪タイプのポケモン。でも、え？なんかでもそれ、え？技の対象？もう結構きつい。むずい。だって、七かまど博士正解できるの普通に詳しいな、これやっぱやってる人たち。詳しいだろ。それ詳しいよ。シンプル詳しいな。詳しくなかったらクイズできねえだろ。あの、100問ペーパークイズ、切ない術さんより高い人いるんだからいっぱい。その人たちが答えてるんだから。俺の点数がボーダーぐらいだったもんなって。技の対象ってなんだ。へえ。なんか文章がわかんないんだよ、文章が。イメージできたらいいんだけど、できてないと。技の対象って何？ダブルで相手狙うときってこと？まあそれも技の対象やんね。他の対象って何だ？もう絶対これも違うわ。わかんないけど思いつかないからもうしょうがなくなっちゃった。全員の回答オープン。いたずら心なの？いや違うと思う。いや、そう、でもなんかね、文章がむずいんだね。技の対象が悪タイプのポケモンであるとき、技が効果がない。特性といえばなんかキモいかな、なんか回りくどいような。けど他に思いつかない。そう、候補がこれしかない。黒叩きってタイプ1補正ないとかなかったっけ。そんなに裏のポケモンはないんじゃない。技の対象は悪タイプのポケモンでもタイプ1の 1.5 倍が乗らない技は何でしょう。ないか。ポケモンウィキめっちゃ見てるな。はい、正解は。ああ、合ってるのか。合ってるけど、どういう文章だ、これ。最初、第一印象、いたずら心だったけど、おかしいなと思ってやめたんだよな。まあ、おかしいなと思ったけど。まあ、あと、袋叩きもちょっと頭よぎったけど。悪タイプの変なやつシリーズね。うん、そう。ここで押せるのか。では、第7問。ポケモンの神話や遺跡を研究する考古学者。終わった。へぇ。こういうの無理だ、マジで。考古学者、まあ。そんなやついっぱいいない？まあ、いや、これマジ二択じゃね？いや、もうちょっとこれにしよう。いや、これはこっちでしょ。いっぱいおりそうやけど、名前が出てくるんがこいつしかおらん。はい、じゃあ全員の回答オープン。うわ、いや、なんかやってるな。うざいな、それ。はい、こっちです。マジでこっち。うわ。なるほどね。それは逆張りちゃうの。ポケモンの神話や遺跡を研究する考古学者
の一面もある新大地方のチャンピオン、白菜の出身地は最後やん、それ。それ正解できねえだ。気持ちよくなろうとしてるな、なんか。マジこっち。いや、神奈木だったら、さすがにチャンピオンの話からするって。遠回りすぎるよね。と思ったけどな。考古学者でもある、だよね、これ。そうそう、でもある、新大地方チャンピオン。把握できるまでが長すぎでしょ。いや、こっちなんだよな。逆張りだよ。逆張りすぎなのでは。そこまで理解しといて、そんな逆張りを。正解は。そりゃじゃん。そりゃ、はい、そりゃそうだ。はい、そりゃそう。おいおい、問題文全部合ってるじゃん、俺。一応いい。じゃあ、書けばいい。何をやってるんだか。逆に他に誰がいるのかちょっと全然わかんない。わかんないけど、なんか、いや、なんか、ボロとかってどういう立ち位置なんだっけって。最近、やり出したから、わかるけど、なんとなく。いや、まあ、あいつも、そんなもんじゃない。研究者みたいな、考古学者みたいな、そんなちゃんとした立場のやつじゃない。じゃなかったような、そう、気がするよね。ちょっとわかんないけど。では、第8問。さらに奥へ進むと、ワタドゴスやアーマーガーなどのレベルの高いポケモンが出現する。ちょっと待って待って待って、わかる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 。何？はい、あれね。あれだよ。あれね。いや、一番、でもこれヒントになるわ。何？アパドガスやアーマーガー。え、そんな難しいやつなのこれ。あれだよ、あれ。とりあえずこれはなんか合ってる気がしないな。なんか無理くせえな、これ。その言い回しだと無理くせえな。あれか？あれ、あっちなのか？あれだ。いや、わかった。場所はわかった。場所？場所って言っちゃいけないか。いや、いいよ。出現するって書いてたから、いいわ、別に。なんて名前だっけ？ 3、2。ちょっと待って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 、いや無理だ、終わりだ。終わった人いる。ダメだ。全員の回答オープン。それだ。はい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 。テレビンさん、なんか知らん言葉。それワイルドエリアでしょ。そう、ワイルドエリアの知ってる地名。ワイルドエリアでもないかも、これ。冠かも。確かに。あ、別に足跡は冠や。確かに、そう。いやー、確かにそうよ。ハリーポッターになってしまった。禁じられた森はハリーポッターだよ。知らないけど。正解は、うわ、ハドロニの森。うわ。もうこれ、部分点くれよ。あ、ストーリー序盤で、なるほど。最初に行くやつね。ウールーと、ココガラとサッチムシ順番に確定で出てくるやつね、最初。出てくるね。いやー、マタドガスとアーマーガーじゃ、わからんて。ガラルにしてくれんと？ガラルなのはわかるけど。アーマーガーだから。アーマーガーで。BGM 聞かないけど、一応ずっとこれにしてる、してたのが生きたな。霧の中？そう、霧の中。ケンタで一番いらない BGM。うーんってやつでしょ。うーん。ルルルー。では第9問。池が毒状態の時、自分の。え？ん？え？むむ？相手が毒状態の時、自分の？そんな、なん、現象ある？相手が毒状態の時、自分の？相手が毒状態の時、自分の？はい、3、2。うるせえ。お静かに。じゃあ全員の回答オープン。はい。はい。ベノムショックと書くやつもいると。はい。いや、ベノムショックだったらさ、毒針千本も卓に入れなきゃいけないようになって。てか、自分のじゃない。まあ、自分の技の威力が上がるしかもうないんだけど。自分の技が急所に必ず当たる特性は何？うわぁ、そんな。正解は？逆転来い。はい。ちゃんと正解すべくして正解してるんだな。自分ので押すのもやべえけど。自分ので押すのやばい、これ。めっちゃ今考えたから出たけど。自分の になるのが多分これしかないよな。多分そう。まあ、ベノムショックじゃおかしいなと思ったよ。相手のだったらなんか、なんだろう。まあ、ベノムトラップとかさ。相手の能力を下げる技は何？ベノムトラップ。ぐぬぬぬぬ。いかれてんな、これ。8番、9番いかれてるわ。そろそろ決めるか。決めるか、マジか。そろそろ、ね、だし、ね。では第10問。ポケモンシリーズにおいて覚えているすべての技。は？これはやばい問題です。覚えているすべての技、どういう意味？マジで何言ってんの？これにつながる文章を作ることができない。何これ？すべての技を覚える。じゃないよね。覚えている。そう、一旦さ、ミュウが思いつくやん、みんな。でも違うじゃん、よくよく読んだら。何これ覚えているって何？覚えている。4つしか覚えられないでしょ。シリーズにおいて覚えているすべての。いや、どっちだ？いや、タクだな。あー、来たか？いや、ちょっと待って。てか、最初の、なんだ、入りが。その意味あんのか、なんか。なんか引っかかるな。いや、これ違うか？いや、これだよな。これでいくわ、俺は。はい。
では全員の回答オープン。忘れ親父、忘れ親父、アンノーン、寝言。忘れ親父。ポケモンシリーズにおいて覚えているすべての技を忘れさせることができる人は誰でしょう。すごいな、ポケモンシリーズだな。それ確かに、うん、ポケモンシリーズに共通して登場するってことでしょ。いやー、まあ、今いないけど、初代にもいないけど。なるほどなー、忘れ親父くせー。アンノーンは何ですか。何が起こっているのこれは。な、覚えているすべての技が使用不能になったことになる。面白い。それは面白い。それ正解だったらさらにおもろい。アンノーンはもう覚えているからね、絶対に。覚えることができるじゃなくて。正解は、えどういうことだ。うわ、ポケモンシリーズか、これも。でも確かに。覚えているすべての技の PP がなくなった時に使用できる技か。うわ、そっか。いやー、そっちか。あー、なるほどね。泣くもなかったな。忘れ親父は今いないから、それポケモンシリーズじゃないのか。初代もいないしね。ポケモンシリーズにおいてではあるけど、まあ確かにな。これ笑わきゃ全だからね。なるほどね。確かに言われてみればだな。これ全ての技だわ、確かに。ちょっと PP が全部ゼロになって笑わき打つことがなかなかないから忘れてた。もうね、そういう技ではない。挑発とかで打てなくなる方の頭になっちゃってた、ね、ブラッドムーンアンコールとか。てか忘れ親父で被んの受けるな。被ったからそれっぽい感じになったけど。忘れ親父やろうと思ったけど、忘れ親父で共通の名前じゃないしな、別に。忘れじいさんとかの時もあるし。イメージが忘れ親父。では結果、イーゼロ9点、切ない7点、ヘルピン6点、小船5点、イーゼル優勝。イエーイ。まあ俺も逆張りしなかったら9点か。突然の逆張りは意味わからんけど。早押しクイズって逆張り至読でしょ。ですが、至読ではない。至読ってなんだよ。しかも6、7問目って一番逆張りタイミングでしょ。あったまったところでね。ここいらで言っときますかっていうタイミングなんだから。くそー。まあでも2位か。ちょろいな。いや、悪あがき全然出てたけどね。ここにあった。喉元まで。なんか繋がる言葉がないなって思ってすぐ外したけど。喉元まで出てるけど、口から出てきたのアンノーンなんか。まだアンノーンのがあるなって思った。喉元まで出てる人の回答ではない。いや、これ、一番すごい推しポイントどこ？美しいのはさ、一番とか美しいよね。シンプルに。まあ確かにね。ここで確定するっていうのはね。9やばいよ。自分のを聞いて推してんのマジでやばい。確かに9もすごいね。これマジでやばいわ。まあ毒状態の時でベノムショックだからと絞ってっていう。で、自分ので人出なし一択に絞んの、さすがに怖い、これは。さすがに。ねえ、これで悪あがきまでいきなりドンって出してくる。まずジャンルが何かが確定してないのに。うん。本当の早押し会は格が違った。全然違うね。それはそう。じゃあ、もうちょっと早押しクイズ練習して、大阪のポケモンクイズ大会挑戦してみるか。早押し千本ノックして。怒られて帰ってくるか。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価、メンバーシップ登録もよろしくお願いします。お願いします。